今日はね、すごいパジャマが可愛い日なんですよ。いきますよ。あ、すごいぐしゃぐしゃだ。なんかぐしゃぐしゃですね、今日も。お風呂入ってない人みたいになってるけど、ちゃんと入ってます。ほいっちょ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 、レモン、瀬戸内レモンです。あとうちの冷蔵庫ね、今すごい水泥棒しちゃったので、すごいね余ってるの。なんかねNT さんやっほー。 NT さんはそれ以外も書いてって言ってるのに、そう、学ばない。何本書いたっけな、すごいいっぱい買ったんですよね。すごいすごい変な、すごいですけど、ツイッターに上がってた。そうそう、水取る方が、そうなんですよ、健康犯、危ないんですね、バレちゃった。バレちゃいました。まあ、いっか。チョリース押した。まあ仕方ないので。ね、万能ソース作ってたね。こんばんは。お弁当は2個持って帰ったよ。どうせ覇気なので。え、キャプテンのメール、お、本当に嬉しい。そう、もらい済みしちゃったの。コーラと水をもらい済みしちゃったの。妹見てないんですよね。ポニーテール。2個食べたよ、ちゃんと昨日。そしたらお腹壊した。ダメだね。土曜日すぐ、そう、お話し会の服も買ってきた今日。節約大事だよ本当に。私水道のね、水とかもね、お腹壊すから。そう、もらい済みしてた。そう、食べ過ぎや。いや、ないかーい。あ、石毛マシンさん、やっほー、楽しかったね。目のマッサージ本当だよ。むくみすぎてさ、リンパ流そう。そろそろ土曜やっと会える。うわ、楽しみ、会いたい。そう、なんかね、豪華景品が当たるあれもあるんですけど、それ頑張って作ったので、まあ、何かは言えませんが、ママさんは今日帰りました。そう、面白いことをして帰ってきました。石毛マシンさん、あなたのゴーセブンさん、ゴーセブンさんありがとう。サイモンさんありがとう。20日追加の楽しみね。ね、本当に話せなかったの悲しかった。お話し会、ノムくん今日何色着てます？ノムくん、そう、なんでアルバム作ったの知っとうと、なんで知ってるんですか？めっちゃね、アルバムめっちゃ、え、田中宗一郎くん先なんですか？そう、めっちゃ頑張ってアルバム作ったんですよ。そう、景品なんですよ。私めっちゃ頑張って作ったので、ぜひ見てください。なんか最近さ、洗面台付近で生活することが多いんですよ。あ、じゃあ紹介しようかな、私の洗面。え、でもなんか、そう、汚いかもしれない。ちょっと待って、紹介できるあれで、ちょっと、あ、めっちゃ内カメだ。ちょっと紹介できるあれじゃないかもしれない。ちょっと待って。紹介しようかな。ちょっと待って、ちょっと汚いな。じゃあ紹介したいと思います。そう、今じめの水回りを、はい。めっちゃ見せる。で、あ、こんなんでいいのかな。ちょっと変なの映ってないですよね。すごい、あの、すごい、私ペンギンのやつとか使うに、これ手洗いしてやるやつと、ここはなんかピアスじゃない、イヤリングとか、あの、なんだっけ、ピンとかを置くやつですね。YouTuber っぽいけど、なんか大丈夫かな。そう。で、あの、いつもはこの白の、あ、こんな感じですね。
イソジン、いつもこれ置いてる。でちょっとリップここ置いちゃってるんですけど、イエイ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 、そうドライヤーはねこんな感じで私かけてるんですよ。イエイイエイイエイそうで、これはモップですね。私いつもこれでかけてます、掃除機。おブルン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 って。あでマットはこれです。ふっか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 、せーの、イエ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 イって感じですね。今ちょっと洗面台にいたのでちょっと見せた終わり。イエ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 イ、そう見せました。そんな汚いですか私。なんかよく言われる。お風呂は友達から電話き、あお風呂は見せませんよ。そりゃもうちょっとお風呂は、じゃあみんなオンラインお話し会お風呂とかを見せてくださいね。えなんかお風呂無理なんかこんな感じです。白です。白となんか無印って感じです。お風呂見せてくださいね、みんな。あのお風呂場体毛とかもう落ちてないんですけど、あの靴ひもを洗おうとして靴ひもが置いてある、あそうぐらいかな。そう見せれない。お風呂場は見せれない。見せれないです、汚いので。そうかな。そうあと私めっちゃストックしちゃう癖があって、すごいなんか棚みたいなのがあるんですけど、めっちゃストックしちゃうんだよね。ストックしちゃう癖がある。そう髪の毛とかね、体の髪の毛、あの体毛、ごめん髪の毛が落ちちゃうの。髪の毛とかがコメントにあったからね、言っただけです。ちょっと変なこと言わせないでください、危ないよ。あ落ちちゃった。あこんなのが出てきました。ジョバス感する、本当に。そうこういう風にまとめちゃう癖があるんですよね。この化粧水めっちゃいいです。化粧落としつけまママは帰りました。ほらこういうケープとかもキープしちゃうんだよね、何本もあるの。これとかね、ケープとかすごい。ほらコンタクトのやつとか1本2本、旅行行く時用の3本。よく福岡に帰る時とかは別にいらないんですけど、なんだろうな、あのあれです、友達ん家とか泊まった時にこれじゃないんですけど別のケースに入れて持っていきます。でなぜかわからないんですけどプロジェクターのリモコンが入ってました。そうなんかストックしちゃうんですよね。だからシャンプーとかも今はストックしてないんですけど、そうすごいストックしてる。え、なんて言いました？そうそう、リンパ流すやつですね。あ、でまたこちらにもストックのやつが、これはボディーソープ。あーちょっと待って、これです。私のボディーソープはこれです。これもなんか2個ストックしてたんですけど、なんかまたなくなったので取りに行かない。これはあれですね、あれだ、なんかそうなんだよ、なんだっけ、これハンドソープのストックです。あストックめっちゃしてるな。
ぐらいかな。あとは柔軟剤とかのストックがあります。ちな柔軟剤はこれです。柔軟剤のストックはこれ。そう、なんかストックしてるな今思ったけど、結構ストックしてます。あとはコットンですね。これいい香りだよね。私も好き。柔軟剤これおそばにしようぜみんな。感じかな。最近これを買ったんですよ。痩せるみたいな感じ。汗かきして気分シトラスジンジャーってやつを買ったんですけど、もうなんかそう使ってない。なんかね、そうお風呂を溜めることはあるんですけど、ちょっと使ってないので今度使おうかなと思って、使おうかなって。今日も本当はねシャンプーとリンスをストックしに行きたかったんですけど諦めた。それ歯ブラシとか4本ぐらいありますもん。だからあとはもう柔軟剤洗剤とかですね。水もストックしてるな。しな、そう本当に水冷蔵庫の中見せていいよ。でもなんもないわ。見た汗かきなの。いやいやごめん、汗かき見えるでしょ。そうさっきこれを塗ったんですよね。てかちょっと汗ばんでるように見えるけど違いますっていう。あ、これコップだ。そうこれコップなんですけど、うがい手洗いしてます。歯ブラシ全部ペンギン。うん、歯ブラシはペンギンですよ。見せたがり。そう見せたがりなんで、ちょっと私や私自分自身が消える前にね紹介しとこうと思って。もう見せませんけどね。水回り、水、えー、何このダイヤモンドみたいな。コバちゃんありがとう。だからぜひみんなもお話し会でねちょっとミリタンに水回り見せたいなって方は見せてください。そうお話し会って部屋とかで見れるからいいよね。ありがとう。ぜひこちらもありがとう。特定だけはしないでください。ノムくんハートありがとう。ノムくん何食べたの今日。お話し会みたいになってる。何おらんやろ。見せれない。なんでよなんでよ、見せてよ。プリエンやめて。あ、コナンさんもだ、来てる特定。あ、はるかちゃんありがとう。ね、久しぶりだった。服可愛かったよ。そう、私女の子のファンは私よりなんかね強い、結構女子力あってすごいんですよ。なんでそんな可愛い服着れるの。私可愛い服持ってないから。すぐるくんやっほん、またお話し会で話そうね。いやよ、見せたるがりじゃないんで。違うんで、私も最近太ったのは分かるんですけど、すごいね太っちゃうの。今日もねお肉を食べた、モンブランとね。マイハさん深々。そうこの前ね、そうマイハさんと、これは言っていいのか分かんないんですけど、仲良く TikTok 撮ったんですよね。と、なんかあるものを交換しました。まああるものは何かとは言わないんですけど、そしたらねってスタンプを送ったんですよ。そしたら同じものを買ってくれました。ダウンロードしてくれたの。ステーキめっちゃ食べない。そう前葉さん、そしたらそうそう、しかも事務所にね自分がめんべいをね置いてたの。そしたら前葉さんがそうくれた、あくれたじゃない、ありがとうみたいな LINE くれて嬉しかった。あの違う、なんかそう言ってきてくれてすごい嬉しかった。今度前葉さん家遊び行きたいな。ちょっとご飯食べたいです。モナカ食べたい。あいいな、なんか私ジャンボ、モナカとジャンボって違うんですけど、パンケーキ美味しかったよ。しかもあれ1時間待ちだったんだよね。ご飯作ってあげなよ。いや私ですか、私はご飯ちょっと無理。マイハさんのご飯が食べたい。えマイハ
ちさんのママのご飯食べたいですね。そうめめはね、そうミリタンママがね持っていたんですよ。ミリタンお洋服何か使った、なんか何着てたっけ自分お洋服忘れた。そう私のやつはね愛情とね血が入ってるので、私のご飯は血入りなんで。そう待ち時間長かったんですよね。でもなんかでもその親と話してたらすごい時間がすごいすぐ、はい、すぐなった。持っていいから見たんちゅう食べ、あいいですよ来てくださいよ、汚いけど水回り綺麗なのでちょっと今私今洗面台にいるんですけど、洗面台で食べましょうご飯。そう血が入ってるのでそうマイハさん優しい。 TikTok も撮ったんですよ、楽しかった。そう水回りね、ぜひ一緒に食べましょうそう血怖いでしょ。そごうの違う、そごうじゃない、めっちゃ朝から朝活したんですよ。私今日はめっちゃめっちゃもう朝なんか何時ぐらいかに親がなんかいきなりなんか歩くみたいに言って、めちゃめちゃ遠いところまで歩いたんですよ。もうしかもなんかお話し会自分最後の便で、その最後の便まではずっと待機時間があったんですよ。でも長くて、でなんかそうなんかアルバムとか作ってて、で朝めっちゃ早く起きて、え結構歩いた。その時さお母さんが不意に結構さ撮ってくれたのね写真を。その顔がめっちゃ眠そうすぎてさ、でもめっちゃ眠いんだろうなと思って、そう眠いんだろうなミリタンっていう顔をしてたので、ちょっと送りますね。どこだっけ、なんか千田町ぐらいまで歩いていきました遠かった。うちにあるカフェ屋さんです、今度送りますね。ちょっと遠かったです、めちゃめちゃ遠かった。そうみたいな、この人の道さんあいいな、そう眠い泉でした、もう顔こんなんでしたまあ良かったです、お母さんとの思い出もできたので。うんそういい運動になったよ猫さん、運動がてらお腹すい、そうお腹すかしてパンケーキ食べました。そう路面電車ちょっと分かんなくて、でママはもうサクサク帰ってちょっとあるアクシデントがあったんですけど、サクサク帰っていきました。そうサクサク帰っていきましたよミリママは。今日一緒にご飯食べました夜。そういっぱいお洋服買ったのね、誘ってよ、だってちょっとマイハさんおごってくちょっと一緒ちょっとおごってくださいぜひおごってくださいっていう後輩なかなかやりらフィーですけどね。じゃあ、まあでも私この前4日間ぐらい福岡、えっやったやったおごってくれるって嬉しい、ありがとうございます、嬉しいです、いやでも本当にいやなんかアイドルしなきゃ、私間違った、えカフェ行きましょうカフェ行きたいです、カフェがいいです、なんか美味しい桃のパンケーキがあるらしいんですよ、なんかめっちゃ行きたくて、なんかパンケーキ食べたいんです。そう急にぶりっこしたらなんか顔がブスになるんですよね、ごめんなさい、あネカフェあネカフェでいい、だっていいですよネカフェ、ネカフェ行ったことないかもしれない、人生初だ、行くとしたらネカフェ行ったことないわ、会員にならないといけないんですね、
じゃあ一緒に、あのあれ食べたいです、今クレープねえ、もう一度だけを何回もしよう、そういう夢に、うん、トゥルン。最近 TikTok をねめちゃめちゃ見てるんですよ。なんか TikTok 見てるとなんかニヤニヤしちゃうんですよね、自分。なんかめちゃめちゃニヤニヤしちゃうんですよ。なんかたまにニヤニヤするの出てきませんか？竜わかんない、あ、プリクラのポーズですか？なんかでもこの前なんか何だったっけ、何だっけ、チャイナ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 みたいなやつをしました。なんかこんなんですよね。クレープ屋さんがあるんですね。そう、チャイナアドバイス、チャイナアドバイス。ミリアは嘘、不思議じゃないよ全然。あ、嘘、推しチャイナチャイナ、推しチャイナ、今泉推しチャイナ、もう私の虜になっちゃいなちゃいな。あ、まやさん、また話します、いってらっしゃい、いってらっしゃい、おやすみなさい。そっか、まやさん高校生なんだ、高校生に見えないんですよね。まやさんおやすみ。チャイナ服の今住みあ、絶対コスプレしたいんですけどできないんでしょうね、おやすみなさいです。みんな調子いいなのやつね何どれわかんない、チャイナチャイナチャイナ。マイルさん今広島いるんですか、いいな。いやいやいや、高校生になんか高校生に見えない、え、中学生にも見えない。天気いいな、こんにちは、みんな調子いいな、知らん、え、知らない、わかんない。最近 TikTok 見てるけど、なんかおすすめ欄がなんかすごい、なんか自分が見てるやつが結構出てくるから、犬と赤ちゃんしか出てこない犬と赤ちゃんしか出てこないんですよ。だからちょっとあのそのなんか出てこないんですよね、そのちょっとパリピ系のやつが。そう、いいねしてるのがさ、犬となんか犬と赤ちゃんのやつばっかり見てたらわかんないんだよね。そう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 、あ、そうなんだ、ないのよくん、いきなりステーキ食べてね、じゃもちきち。なんかそう、名前わかんないけどね、ちょっと見てるから多分どれかあったらわかる。スタジオね、レターに広島ってなかった、レター、あ、あったかもしれない、もう一回見てみるねポロポロちゃん、あー、もうすごいすごいすごい、それ TikTok をめちゃめちゃやってる人とやってない人のコメントも差が激しいですねもちきち見てみますね。そう、癒されるんですよね。そう、いきなりステーキ食べてみてください、美味しいので。ミリタンのおすすめは 300g の、 あのハンバーグに 150g のカットステーキです。え、Q さんの印象、え、 Q さんの印象ってどういうこと。 Q さんは好きなんだろう、 Q さん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 って感じ。キュウさん、キュウさん、キュウさん、コウコさんはコウコさん、コウコさん、コウコさんって感じ。ネオツーにカオさんが、いや食べきれないミリ、いや食べれる食べれる、キュウさん、キュウさんってなる。そう、私なんかすごいすごいものを食べました最近。キュウさん、キュウさん、キュウさんって、コウコさんはコウコさん、コウコさん、コウコさんって感じそう、キュウさんです、マイキュウさんです。サラピ嫉妬案件ね、なってるなってる、どうしよう
なってるね。なってるね。なってるね。どうしよう。なってるわ。おもろいね。コウコ先輩じゃない。でも私コウコさんの コウコさんのあのインスタの載れてすごい一番で見るって言ってたんですけど、なんか見たの1時間後でした。絶対コウコさん一番に見ますねみたいな、私ずっとあのスライドして更新してるのでみたいな言ったのに、すごいすごいなんか見たなんかあれでした、すごい1時間後でした忘れてないんですけど、こうずっと更新してたんですよ。はい今出した、はい今出したみたいな、ちょ見ます見ます見ますみたいな、こうやってやってたのに電波悪すぎてできなかったんです。すごいこうやって見てました。そうコウコさん好きです。マイキューさんも好きです。もうなんか怖いんですけど、なんかすごいなんか内部の人っていうぐらいなんか悪口が、あもう発作起きました、ああどうしよう頭痛がみたいな絶対内部の人じゃんみたいなね怖い、内部の人ですかみたいな。みゆみゆ先輩は私まだ話したことあんまり話したことないんですよね。内部の人なんかちょこれは言い方悪かったけど、すごい内部の人ではないんですよ絶対でもなんか怖いなと思った。こんばんは、えもうえ、じゃあごめん、じゃあこのもう本当に多分私は大好きなんでしょうね、コメントブロックしますね。でもどうせこの方はどうせ新しいあのアカウントを作ってまた来るんですよ、好きなので私のこともう絶対来るん で来なかったらもう来なかったで、もう絶対来ると思うのでもう来ないでください、うん、もう来ないでください。いやーなんか内部の人っていうか絶対内部の、いやもうごめんもう忘れてみんな絶対内部じゃない、今内部じゃない人かな、わかんないけど知らないけど来ないでください来ないでください、もう病んじゃうのでわかんないけど、あ今 Q さんやってるんですかショールームごめんなさい、なんかごめんなさい、これせとか出さないかな、やばいやばいやばい、ごめんなさい、えなんか私今めっちゃえどうしよう、ごめん、沖さんもやってるんですか、Q さんずっと泣いてたんですね。そう私全然そうなんか LINE 全然そう今日そうパンケーキ食べた後ぐらいに充電切れちゃって、そう写真も撮れなかったんですよ、写真もそうメールも送れなくて、龍一くんハートたくさんありがとう、そうそうだからちょっとみんなに写真をそうモバメをねそう送ろうとして送れなかったから。千穂さんも仲良くなったかもしれない昨日でふんとか言っちゃったけどふんじゃないけど、千穂さんも仲良くなった、ずっと話してた最後の方、ねあのパンケーキすごいでしょ、私モンブランがすごい好きなので、あ見て見てパイナップルみたいになっちゃった、パイナップル見て見て可愛くない？そう、そう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 。
ちゃんとソーシャルディスタンスを保って、こう一個ぐらい開けて隣に座ってました。たくさん話してくれました。そしたらその通りにあのフーさんが来て、フーさんにちょっと嫉妬されました。見て、かわいくない、かわいくない。みちさんとは写真撮りました。嬉しかった。みちさんは紫が似合うな。見てかりんちゃん見てそう、アンテナの下に近くに妖怪がいるってことですかね。プープー。あ、もう好きだよ。もういや、そう、モンブランのめっちゃ美味しかったのパンケーキ。そう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 。おい、キタロウ。合ってます？あれ、キタロウって誰ですか？ゆういちくん、ありがとう。そう、地方デジですよ。イモースみたいが。妹を見たいがためになんかすごい電波張っちゃったみたいな。あ、目玉絵文字がおい、来たろーってやつか。髪を聞いた私にちょっと充電がないことに気がつきました。移動します。さらば。ちょっと待ってね。シーカナですか？シーカナ、シーカナ。暗闇求む夜よ。あ、最近服が増えたんですよね。閉まれ閉まんない。そう、段ボールをさ整理してたらさ、またストックしてあるわと思った。今上見たらまたストックしてありました。おい、ここでしようかな。部屋が見えたんじゃないかと思ってびっくりしました。トマト、え、またトマト。5時がすごいトマムメール、天丼。あ、私天丼のね LINE スタンプ買ったんですよ。誰かに送ってみよう。え、止まってる今。どう？今止まってる、見えてる？あ、よかった。そう、私天丼のね、天丼じゃないや、牛丼？なんか丼ぶり？なんか丼物のスタンプを買ったんですよ。すごい乱用してます。すごい買ったんですよ。可愛いやつを買ったので。いつかみんなに、そう、止まってる今。何丼が好きなんだろう、わかんないや。あれがいいね。いつ使うの。もういろんな時に、いろんな月、いろんな時に使うよ本当にそう、今日私なんかマネージャーさんにありがとうございますっていつも送るんですけど、そのありがとうございますのもう10文字の中でさ、いつもどれかをごじるのね。今日はありがとうございますの5だっけ、カタカナになってありがとうございますみたいになっちゃったので、いつもマネージャーさんがその1文字を直す、そう、ごみたいなそうっていう会話を毎回してます。私がありがとうございますっていうたびにごじってるので、本当にもうそのやつをちょっと見せたいぐらい私いつもごじってるので、そうね、そう、見入ってしまうの、いつもわざとじゃないのにさ、見入ってしまうからダメなんですよね。いや、わかんない、意識してないけど、そうそう、見入っちゃうの。そう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 、ごじるごじる。
そうそう、ごじちゃん間違い探しですよ。そう、マネージャーさんとの間違い探しですよ。で、間違ったら腹筋10回ってやってるので。ミリルって何？あ、ごじるってことです。なんか文字をごじるっていうことをミリってるって言うんですよ。そう、ミリっちゃうんです。ケンバ君今なんか福岡いるよね。いいね、楽しんで。ミリのおすすめはどこだっけ、大名にある、蛇口が出る通りがある、なんか蛇口、でっかい蛇口がある通りがあるんですけど、そこ好きでいつも蛇口だけ見に行ってます。すごいなんかね、こういうところに蛇口があって、そっから、え、みおりんの内輪と言ってるんですかそう、見れるのも見れたの、そう、特徴なんです。でもなんか生写真私も連れてってくれてて嬉しかったです。そう、マネージャーさん気抜けないと思いますよ思いますよ。えくれ、そうなんだ、いいな。九州って水美味しい、え、わかんない、どこでも水美味しいんで。あ、でも私水道水はわかんないけど飲めない。ゆうきにミリ連れて行って行ってもらってるよね。あ、本当、知らなかった大名はおとといももつ鍋いいな、もつ鍋食べたいね。ちょっとわかんない、食べたことないから食べれるかわかんないけど、俺は今で充電で止まった今充俺は Hi, nice to meet you。Nice to meet you. I'm a medical. 今はヘッドエイトのネックエイトです。ごめんなさい、sorry。って感じです。そう、食べたことないのもつ鍋。食べたことないんですよね。そう、ヘッドエイト、ネックエイト、and sick。って感じです。モナちゃんありがとうございます。ごめんなさい、こんななんかすごい英語で苦手ぶなく最近ね。そう、 Say hello Jakarta please いえ、ジャカルタだってジャカルタ48の皆さんのファンの皆さん、はじめまして、 STU48 のイメージミディアです。普段はハロージャカルタ、すごいファンになってください。ちょっとコビ売りますね。モナちゃん、星集めに来てくれてありがとう。ミディタンはモナちゃんのことが好きだからお願い。ちょ、目がガチ、ごめんなさい。Yes, Jakarta for Indonesia fan。 あ、そうなんだね。じゃあ Please ST48 love you Thank you。 モナのことが好きやけん、ダメだそう、もらい飲みしましょう。お、つやさん、やっほーどうしよう。モナちゃんのハートもらい飲みしたいんだけど、ダメかな。レイカ、Thank you。 ダメかな。おわたまるさん、なんかおわたまるさんがコメントしてくれてるの、なんか嬉しいんですけど、おわたまるさんなんかすっごい、まだちゃん星めっちゃ出てるよ。なんか2個くらい星出てるの面白いね。龍一くん、そんなに目可愛かった？あ、おわたすきさん？あ、間違った。レアすぎてわち。すごい、レアすぎてビビりました。おわたすきさんがコメントしている。Thank you コメント。もらい済みされたい。だから、みんなオンラインお話し会でもらい済みされてみなよ。あ、微妙に違うんですね。なになに？
え、クララ立ったの？どういうこと？なんかみんなと今ね、あの意思疎通ができてないですね。星になっちゃったね。すごいもう爆発ドンドンって可愛く星になっちゃった。え？すごいみんなと会話できてない自分が。星がそう飛び回ってるの分かんない。あ、おわたすきさんとおわたまりさんは違う人なんだね。なるほど。ミニタは天使そんなことないよ。いやでも私はなんかごめんみんな、うちはなんかさ、私はすごい可愛い女の子になりたかったの。でもなんかさ分かんないけど、自分ってなんかアイドルじゃないんじゃないかとか思ったりしてきて最近。なんかどうしようと思ってね最近。なんかそうなんか見たでそう王道が良かったの。でもなんかオンライン大同士会とかでみんながもうやっぱ情緒不安定になる。なんかなんか応援してくれてる人の顔見たら嬉しくなっちゃって、本当にいるってボットじゃなかった実際にいたと思って、ボットかと思ってたみたいな思ったらボットじゃなかった。よかった、本当にいた、顔見れて嬉しかったです。そうなんか今なんかいろんなファンの方の顔が浮かんできたあーよかった、みんなが本当にいてでもなんかみんながなんかポットです、すごいなんかすごいなんかめっちゃね、そうお話し会やってるの。そうなんかみんなやっぱね気抜いてた顔とかね、なんかそうなんかラフな感じとかなんかねみんながあなんか応援してくれてるんだみたいな、なんかやっぱ緊張して待ってる方とかね いてそうなんかありがとうってなったね。そうなんかすごい私なんかあカズポンさんありがとう、もうねマイクの調子悪くてね話せなかったけど、あだそうね次は岩田る、そうなんかすごい元気もらっちゃってみんなにだって話さず私めちゃめちゃ笑ってて、そうなんかめちゃめちゃ笑って、そうなんかね本当になんか2分なんか1分とか買ってくださる方いたのに、私30秒ぐらいずっと笑っちゃってて一人で面白すぎて、そうなんか本当申し訳ない、本当に楽しくて多分みんなの振りがすごい好きなんですよね私。すごいボットじゃなくてよかったと思った。そうみんな違う顔じゃないんですよ、顔じゃないんです。なんか多分 お話し会した方は分かると思うんですけど、多分絶対気抜く瞬間あるじゃないですか、多分その時に繋がるんですよね。分かるよねこれした方、かぶり物覚えてるよ。なんか天栗ちゃんさ、なんか別のところの人のレーンにもいたでしょうでもこれはいいよね、推しの方にさバレないからさ、そう
ズームは油断、嘘、絶対油断してたよ、みんな。油断してた人と油断してない人はいる。いや別に違う。なんかすごいね。なんかえでもそうなんかね、でもお話がいいかもしれない。あんま会話聞かれないしね、スタッフさんとかに。イヤホンしてるから。別連いたらバレない。え、天栗ちゃんはえ誰の連にいたんだろう。ありちゃんさんと誰だったっけな、誰かのもう一人の連いましたか。ね、本当に。でも 家感がすごくて、なんかみんなのショールーム見てるって感じだった、自分が。じゃなんかスタッフさんが言ってたんですよ、なんか被り物をしてるみたいな。で、あ、私天栗ちゃんじゃないかなと思って、違ったら違うかもしれないけど、スタッフさんが言ってたんでしょ。そう、天栗ちゃん被り物してるから多分そう印象でかかったんじゃないかな。そう、かぶり物っていうか帽子みたいな。そうって言ってた。ミサンがサンキューしてやろうとして。恥ずかしくて、なんでやめるんですか。え、もうないんですか、お話できるの。鎧着た人もいるんだね。そうなんだ。目立つけど、多分私みんな話に来た方はそう全員覚えてるから、すごいありがとう。あ、ごめんなさい、ミリアオタクさん、私めっちゃ笑ってたかもしれない、ごめんね。30秒ぐらい笑ってたよね、ごめん。あそこのタイミングでミさんがサンキューって言われても笑ってました。え、下手くそな猫さん、もう残ってる。ノブさんは1日目の鍵開けだったから覚えてる。スグルさんもありがとうね。そうじゃん。そう。みんな被るじゃん。どうしよう、次の握手会みんなさ、なんか、被り物してたらどうしよう。どうしよう。でもそれもそれで面白いけどね、私。みんな被り物してきたらすごい面白いけど。え、はるみちゃんお話ししよう。お話し会ってもできないんですけどね。すごい楽しかったよ、お話し会。なんかビデオ通話みたいな感じ。NT さんもね。ダメだよ、大喜利しちゃダメだよ。なんかすごい、なんかね、えのすけさんはなんか毎時間ごとにメッセージ増えてて、見るの楽しかったもんね。そうドンキで探してくる。なんか被りそうだよね、ドンキでやってた。多分なんかうちの印象よりスタッフさんへの印象が強く残りそうだよね。スタッフさんさ、結構みんなのやつ見てるじゃん。にょん。見て、なんかにょんって出てる。もうそう、なんかさ、兄さん、なんか外で配信してくれる方がいて、え、なんで外なのって言ったら、用事があったんだみたいな言って、後でなんかそう見たら、ご飯が、私仕事かなと思ってたの。あ、だからその仕事の時間にありがとうと思って話してみたら、海鮮丼食べに行ってるだけでした。めっちゃ面白くない？お仕事かと思って、もうありがとう、こんななんか予定あるのにみたいな、海鮮の旅に行ってましたよ。めっちゃ面白かった。私家帰って笑いましたもん。いや海鮮丼かいみたいな。しかもめっちゃ美味しそうなんですよ、その海鮮丼が。そうどこでも、そうだからいいよね、すごい。いや、新規さん全然来てください、嬉しい、来てくれたら。一覧ぜひ。え、今初見だよっていう方いますかね。外でできるのもいいよね。そう。
何しても、そう何してもいいの。大学で、すごい大学だったらいいね。恥ずかしくない？恥ずかしくないの全然もうね。もうないんですか？悲しいね。みんなとお話し会してないな。そう、アンテナさっきよりちょっと伸びてますね。バイト中にしちゃう。でも15秒ぐらいならね、ちょっとお手洗い行ってくれって言ってね、できますよ。でお話ししたいみんなと。ハート500個、ゆうちくんありがとう。ね、福岡タワーすごっ。私登ったことないんだよね、福岡タワー。近くで見たこともない。行ったことないんだよね、福岡タワー。他で駅のホームでやったの？57さ、絶対仕事帰りじゃんみたいなね。にわにわしたく、うん、いいね。でもね、でも公園とかめっちゃね、景色良かったよ。公園にしてる方いたんですけどね。滝の前すごい。でもなんかパワーもらえそうだよね、自分も一緒に。そう、なんか逆になんか、そうだね、オンラインってなんかデートしてる感じみたいになっちゃうね。なんか普通になんかいろん背景、そう、外もありなんだよ。なんかね、自分のファンの方はいなかったんだけど、なんかね、あれらしいよ、なんか STU5 のところでしてる人、ファンの方とかいたらしいよ。貝の下、そう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 。髪ほどいて、え、今日はこれがお気に入りなんです、ごめんなさい。また来てください、髪ほどいてって。フォローしてください、ぜひ。ごめんね。そうそう、でもめちゃめちゃなんか景色綺麗でしたね、やっぱ外だと。なんかこっちもなんかいいから。楽しかったな、普通に同じ回。なんかすごい緊張したんですけど楽しかった。野球いいね、私いいよ、やろう一緒に。あ、そう、車の中とかもいたね。そう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 、あ、そうそうそう、その方は、あ、言わないや、秘密、私とその方の秘密です。夜の公園のベそれは面白いね。話が噛み合わないで終わった。なんかあったかもしれないけど、それ何枚も撮ってくれてるから、あ、終わっちゃったと思ったら次来てくれるから、すごい、また全然話せた。時間がね短いからね、ちょっと話せないんですよ。じゃあケゴ公園からやる。危ないよ、お家でやってよ。あ、じゃあ、あの、ぜひあの蛇口のお店からやってほしいな。なんて読むの、大堀公園なのかな、なんて読むの。そう、もうちょっと話したかった。あ、そうそうそう、もうちょっと話したかった。あ、なるほどね、外の公園でやるとこっち側は見えないけど、そのファンの方は見えるっていうのね。大堀公園はね、花火大会行ったんだよね、友達と。そう、最初で初めての大堀公園に行きました。浴槽からおね、まだじゃなく、こうコメント終わらないと思ったもん、コメント来ないなと思ったもん。かりんちゃん秒だったよね、本当に。すごい、なんかかりんちゃんのこと話したかったのにさ、自分なんか壁についてるペンギンの絵に目がいっちゃってさ、ペンギンじゃんみたいな。ごめんね、本当に、もっと話したかったのにさ、かりんちゃんもうブチって切る。容赦ないよね、あのオンラインのやつ。もうちょっとさしてくれてもいいのにさ、あれ容赦なく切るから怖いよね。あれ絶対さ笑うよ、絶対笑うよ。いや、ケゴ公園は読めるんですよ。大堀はいいか。ケゴ公園はね、学校とかね、結構
帰りとかよくなんか通ったから道をそこってな、そうペンギンいたの、そうペンギンがいて、ちょっとそこ自分もね、ちょっとあのバイバイと思ってバイバイと思って、なんかじゃ自分もね、あかりんちゃんやっほーみたいな言った時に、ああ違うバイ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 なんかブチって切れた後にあれみたいな、うち全然なんでそこ行ったんだろうと思ってねね、粘れないよねもう怖いね、ネット社会ね、何枚で何秒喋れね、あ教えてくれないんだ、1枚15秒ぐらいだったよ、そうそう、だから15秒だった気がする、1枚、そうなんか自分のところにはねあと何秒って出てるんだよね、やっぱり15秒だよね、そう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 15秒、とにかく2秒前から手を振る、あ分かった分かった、じゃあうち今度もう2秒前から手振るね、そうメンバーには時間出てるよあと何秒みたいな、でもちょっと楽しくてパッて見たらあと 0.1 秒みたいな、ねうん、ひやくん長かった2分とかだったけどなんかすぐ終わっちゃった今度トゥットゥットゥのリズムでから登場してほしいな、普通にラジカセ持って、見る余裕、余裕ないよねやっぱり楽しくてさ全然気づ、あほのちゃんだほのちゃんだ、私のファンの皆さんファンの中にね、はなちゃんさん、はなちゃんファンがいるんだよね、そうそう間に合わないよねあれ、そうそうそういう、私無言で見てますね、じゃ楽しかった俺手、そうそう現実だよね、プチって、すごい話したいのに話さない、話されないもん、でも私の女の子のファンはみんな可愛いよ、でもみんな顔は見てないと思うけど、私見た中で普通にみんな可愛いからごめんねそう来たね女の子みんな可愛かった、ごめんね本当にみんなそうわりかし女の子来てくれてて嬉しかった、えそうしかもね結構年下っていうかな、高校生とか嬉しかった、高校生もそうだし自分より結構そう女の子が来てくれて嬉しかった、本当に嬉しい、だからぜひねあ男の方も結構、あ、男性の方は、あ、18歳ですよ。男性の方はもうそれはもちろんいっぱいいますよ。でもなんかね、みんな優しそう、やっぱり。なんかね、顔に出てる。優しいのが。なんかね、女性のファンの方もすごいふわふわしてたり、すごいめっちゃ優しそうなの、みんな。なんかそう男性の方はねそうなんか優しい雰囲気が出てる、みんななんかまたなんかやっぱみんなの顔を思い出さないおじやなんて思ったことないよ、ヤスさんもだってうちの話聞いてくれるもんちゃんと嬉しい、そう漫画をねちょっと見てみようと思ってめちゃくちゃ、りほちゃんどうしたのってなる、そうダメだ、なんかね、うちも話し変えることまた元気もらってね、泣いちゃうんだよね、ダメだ今日汗ばんでるみたいな、そううまく話せてたか分かんなくて、自分がなんかそれでもなんか
楽しかったよって言ってくれるの、嬉しかったよ。そう、嬉しかった。今日は嬉し泣きデーですね。フフフ、冬ね。前髪さ、そう、なんかそうってショールームで言ってくれるし嬉しい、ありがとうね。ね、楽しかった。自分ね、そう、お話し会の服がなさすぎてね、今日買いに行ったの、お母さんと。でもみんなに見せたいけど、見せたら、見せたいのに、見せていい？どう？そう、みんなね、何、パジャマ、レモンなんですよ。レモンのパジャマをね、新しく、もう新しくしました。これはのんちゃんにもらいました。レモンの、そう、長ズボンだよ。ちょっと足太いのバレちゃったけど。ごめんな、回しじゃないんだ。そう、レモンなの。水道の弱って全然熱くないよ。なんか今コンビニ行きたいんですけど、どうする？みんなコンビニ行きたくなったらどうしますか？床に直で座ってるよ、座ってる。今ね、めっちゃ自分と目が合ってる。なんだっけ、パネルがあるんですよ、自分のね。コンビニ行ってくれる？我慢我慢我慢したくない。だって食べたいんだもん。今日たくさん笑ってたくさん泣いたな。同じパネルどうやって飾ってる？ビータンはテレビの横に飾ってるけど、みんなはどうやって飾ってる？パネル。行くぞ、何個かね。まだ墓の中ダメだってば。出してあげて。天井とかに飾った音？一緒に寝た音？どこにやってるんですか、パネル。私はテレビの横に置いてるよ。ミリタン寝るところの横。ミリタンのじゃあ何してるんだよ。誰の買ったんだ、恋人風。そう、方言出ちゃったかも。見る、ちょっと自分のパネルのところめっちゃおもろいよ。だってめっちゃ目合ってるんだもん。一緒行こっか。すごい。あ、私今さっきファンレター読んでてさ、すごい、スリッパこんなところ置いてるけど。すごい、自分と目が合って、ここに置いてるの。自分とめっちゃ目が合ってる。え、待って、飲みかけのコーラあるよ。でも映さないから。さっきファンレター読んでたんですよ、こうやって。え、横にポカリスエット。え、いいよ、君は。飲みかけのコーラ、今日のです。今日のなんで安心してください。え、この子は STU48 の今泉ミディアって言います。ちょっとこれ映り悪いんですけど、
か写り、なんか今写り悪く見える？そう、ゼロ偉い？ありがとう。そう、ゼロ。ゼロをちゃんと飲んどうと。あ、なんか動くのめんどくさくなっちゃった。そう、ゼロを飲んでるんですよ、ちゃんと最近。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。赤色？何が？ゼロは飲めない。そう、美味しいよね、でも。そう、この前ロケ地行った、どうだった？え、ぜひぜひまた来てください。え、どうしよう、お洋服見せたいんですけど。え、見せたいけど見せたくないみたいなね。見せたら後悔するみたいな感じでやってますけど、どないですかね。レターの香りするよ。今能力になったよ、見てたから。さっき、さっきじゃないけど、ゆやみりを感じてた。なんか神社にベンチがあったと思うんですけど、そこでずっと座ってたよね。見たらいいよね。見せたくないですよ。何を何を、あ、チラッとお洋服いいよ。じゃあちょっと待ってて。じゃあチラッとね、本当に。え、どうしようかな、じゃあどうやって見せようかな。じゃあお母さんが買って、あ、じゃあ靴、新しい靴を見せるわ。ミリが買った新しい靴、ああ買ったっていうか、これのんちゃんにもらったんですけどね。ほい、これのんちゃんにもらったやつです。ドゥルン、靴かわいくない？これは何なんですかね、わかんないけど、靴をもらいました。ちょっと見せるわね。ちょっと履いたやつを見せるね。かわいくない、この靴めっちゃかわいい。このクーツ、かわいい。コンバースじゃないと思います。でもなんかね、よくわからないクーツをもらいました。え、なんて書いてある、読めないや。でもクーツをもらいましたね。そう、めっちゃかわいいの。のんちゃんはね、違うよ、いとこだよ。いとこのお母さんのことのんちゃんって言ってるんだけど。え、もう、かわいい。クーツーです、クーツー。ちょっと今ちゃんと結んでないからあれだけど、めっちゃ可愛くないですか、このクーツー。クーツー可愛くない、クーツー。クーツーを買いました、クーツー。可愛いよね。え、クーツー可愛いよね。じゃあハイカット持ってなかったからすごい可愛い。クーツーです。いえ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 、足のサイズめっちゃでかいんだよね。 24.5 とかかな、すごいでかいんですよ、靴、足。だから何センチなんだろうこれ。すごい、あ、すごいすごい。うん、書いてなくない？そう、めっちゃでかいの、私 24.5 か25。ぴったりだよ、足と。なんかね、ご報告があります。親指が治ってきました、よかった。クロちゃんです。やったね。と、そうそうそう、それとまだまだあるんですよ。ねえねえ、これはね、靴じゃないですか、もう秋の靴。私ヒール持ってなくて、なんかヒール欲しいなと思ってて、
こちら、トゥルントゥグトゥグントゥグトゥグン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 トゥちょっとドクターうんちに似てるんですけど、ドクターうんちに似てるんですけど違うんですよね。可愛いよね、このヒールがまたよ。あ、LL って、あ、ごめんなさい、私ちょっと足でかくて。可愛いよねと思って靴だけ紹介しました。そう、買っちゃった、買ってもらったかな、買っちゃったじゃない、買ってもいただきました、お母さんに。足25です、 24.5 って嘘ついた、実は25です。でも 24.5 も入ります。そう、でっかいのもダメだよね、お母さんもでっかいんだよね。軽くさも読んじゃった。そう、でっかいの意外だでしょ。ゆうちゃんとさ、リコチって同じ誕生日だったっけ。それさも読んだ、ごめんね、本当にごめん。サバ読んじゃうんですよね。背も大きくならないんですよね。158止まりなんで痩せなきゃ。でもね、洋服もいっぱい買ったんですよ。うん、そしてね、そして、そう、それにまだ私18歳なんですよ。え、ヤーちゃんってさ、まだ18か。だって足のサイズでかかったら可愛くないじゃん。160センチないんですよ。意外に小さいんですよね、私って。この前になってサコちゃんに抜かされたと思ったら、サコちゃんはあれです。ヒール履いてました。よかった。私158なんですよ。ポニポニ、二重がねおかしくなるんですよね。腫れてる。何人もねモデルとかなりそうでしょうね、さこちゃん。そう、ザ平均なんです。お疲れ様です。マッサージして寝ますね。もう今何時ですか。もう9時、もう23時とかですか。もう終わるですか。え、160センチのパセリがサコちゃん、え、じゃあ私抜かされてるじゃないですか。もうあと20分で1日が終わる。あ、やばい、早く寝なきゃってことで寝よっかな。終わるです。そういえば明日朝早かったのは忘れてました。そう、明日朝早いんですよ。忘れてました。起きれるかな。明日からお仕事を、みんな、みーもお仕事頑張ろうね。でもみーはね、私は
明日お仕事終わってもちょっと楽しみがあるので全然頑張れるんですけど全然ニート、めっちゃ面白い。まあ明日 お仕事終わったら自分めっちゃ楽しみなことがあるのでぜひぜひ待ってけろ、報告待ってけろ、報告待ってケロケロまあリホちゃんと付き合ってるのかな、もう楽しみあるときね、元気出る、本当に元気出る、うんケロ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 、待ってケロ、モバイルメール取ってる人は待っててください、待って待ってケロ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 、あ、間違った、忘れてたごめん、待ってるね待っててください、耳好きですか、さやかにかよ、え、さやかにもケロって使ってるんでしょ、知らなくて、私ケロケロケロッピが好きでめっちゃケロって言ってるんですけど、さやかにもケロって言うんだね、自分めっちゃねケロケロケロッピが好きでね、知ってる人は知ってると思うけど、普通にケロって使うんだよね、たまに、そうだから初めて知ったの、さやかりんがケロって使うの、パクリじゃないんで、パクリじゃないんでそうそう、おケンパくんだ、すごいすごい変な、田中、そういうことか、ジャパネット田中、そうそう、でも色でもね、そう自分さ今日コンタクトをさ買って、コンタクトのさ液のやつさ、アリグレやつ買ったっちゃう、そのさ中にキャラクターも見たけどさ、その中にさ見てみて、でキャロッピあったの、キャロッピがあったの、買っちゃった、いて、ドドドドンキ、さっき私ドンキホーテのなんか歌詞の2番までで、ね、歌えるようになったのちゃんとケロッピを買ったの久々に、え、可愛くない、これケロッピ可愛いよね、でもタキシードサムさんもなかったからね、ケロッピーにしたの、そうケロッピーにしたっちゃん、そう2番があるんよ、最近さドンキに行きすぎて、なんかドンキの歌詞に2番があるってことにちょっと言い方ね、ちょっとなんぼ、これは300円ぐらいした、380円、ケロケロケロ、さっき買ったんだ、やばいやばい、早く寝なきゃなのにさ、みんなと話してると楽しすぎて寝れないの、ドンキの焼き芋大好き、そのうちねほんとドンキ住んじゃうよね、今日もドンキ行ってきました、 I love ドンキって感じだった、ドルッドッド I love ドンキって感じ、ワンデーじゃ、あ、そうワンデーだけど、たまになんかめっちゃなんか途中でさ、なんか目ゴロゴロして外したくなる時とかあるんです、ドンキ行っちゃうけど、え、ミリーはねよく1階じゃなくて2階にいるよそうドンキ好きすぎなんですよね、ドンキなんかいっぱい物があるところ好きなんです、でもねちょっと慣れないとお腹痛くなるんだよね、どうやって開けるんだろう、ウジナ、ウジナ行かないでください、ウジナダメです、嘘嘘、ふう出てきた、ちょっと開ける、どんな感じかな、 R ライト、あ、このケロピア、なんだこの顔にですか、
ASMR。 どう？ ASMR だったけど。あと、どうでしたか？ ASMR。 おーすごい癖が。ニョキニョキ。どう？聞こえてた？え、よくなかった？え、嘘？結構いい音出せたと思って。宇治菜もよく行くで。ほんまに？ミリもね、よく行くよ。宇治菜も行くし、宇治菜はね、あれだね、ランニングしてた時によく行ってた。最近行ってないけど。なんかよくさ、前さ、それハマってた時期があるじゃないですか、ミリタンがランニングに。ルイチ君、ハートいっぱいでやと、そう、その時によく私言ってました。おお、龍一くんめっちゃハートくれてありがとう。すごい。その時に、あの、宇品行ってました。すごい。歩いて。あの、あれですね、救世主ですね、ドンキは。宇品、めちゃめちゃ遠いよ、宇品まで。そう。そう、モバイルメール撮ってくれてた。そう、一時期めちゃめちゃ走ってたんですよ。ウオベイまでじゃなくて、あの、なんだっけ、あの、どこだっけ、宇品まで。祇園、祇園って何、どこにあるんですか？祇園ってどこだろう？広島？宇品のドンキね。そうそう、 STU ゴーまでね、毎日毎日ね、ちょっと走ってたんですよ、真夏に。怖いよね、今思うと。めっちゃ暑かった。ちょっと北側なんだ。おお、私はインドネシアのファンです。 Thank you for listening watch media showroom。 Thank you。朝南区、あー、わかんないや、どこなんだろう。朝南区って聞いたことないな。広島インター、わかんないな、行ったことないな。ヨドバシの中のさ、あれよね、魚目まで。そう、走ってエレベーター乗っとうことになる。おー、虫めっちゃいるんだけど、怖。行ったとね、くら寿司とかはま寿司とかあるけどね。中央通りかな。そう、中央通り結構行きますね。いちごミルクハマってた時、うわいいな、懐かしいね。いちごミルクにハマってた時期。はま寿司美味しいよね。ウオベイ、うん、すごい美味しいよね。オニオンサーモンが大好き。夢タウン、わかん、あ、夢タウンあるね、近くに。サビ抜きです。で、コーラ飲んでます。そう、見たよ、さっきウオベイって書いてある。間違ってウオベイって呼んじゃったんだよね。いや、今泉メディアミーです。そう、ファミマ、ファミマ懐かしい。私めっちゃめっちゃファミマ、私もファミマの女だったもん。だって全然めちゃめちゃチャリ飛ばしてファミマ回ってましたもんね。そうそう、夜中にいきなりさ、チャリ乗ってファミマ駆け巡るみたいな。すごい、それめっちゃ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 。でもね、ファンの方もね、そう、いちごミルク探しをねやってるの、めっちゃな、懐かしくない？え、いちごミルク巡りしてたの5ヶ月前、はあ、やばいね。もうファミマ、もう場所覚えてないよ。いちごミルクとか懐かしいよね。そう、私ね、そう、ファミマがね、ファミマの中にあるいちごミルクってやつがねすごい好きで。でも、お、メタボさんお久しぶり、来てくれた。
お仕事大丈夫？そうハマってて、でもどこにもなかったのその時ね。そうそうで、でもそう3軒ぐらいはしごしてたの。もうね、そう3軒どころじゃないの。めっちゃめちゃね、え懐かしい、やだエモいね。焼きそば作ったりさ、クリスマスとか覚えてる？去年の、今年？去年かな。そう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 。ね今大量にイチゴミルクあるのにさ。エサまだ食べてるの？そう。ハローハロー、ネスミイチゴ。去年のクリスマス覚えてる？やばくない？そう、うちゆきりかとさ、レイカがさ、ケーキ食べてて、私ケーキもらったんだよね。そう、クリスマスはそのケーキを食べた思い出しかないわ。悲しくない？自分。去年のクリスマス何してたんだろう？すごい。でもなんか、寂しかったイメージがある。そう、すごい、寂しかったイメージがあります。去年なんか、なんか、ね、あの広島ですごい寂しかった。今年はおはやったやったやったそう一昨年はね、そう友達とみんなでイルミネーション見に行ったんですよね。でね、今年はいいね。そう、みんなと話せるからね、寂しくはないと思う。でも家帰ったら一人なんですよ。めっちゃ寂しくないですか？ショールームしよう。そう、急に一人暮らしになったの。だから、すごい寂しかったの。なんか何してても、私結構友達といることが多かったので、何してても。なんか学校行っても友達いるし、なんか言い方おかしいけど、結構、なんか、家来てくれる友達もいたし、家行ってたし、自分もすごいなんか仲良かったんだよね。でもそれが一切なくなったからすごい寂しくて、そう。でもなんか今思えばいい思い出だなと思って。ややとビデオ通話、ややとビデオ通話してたっけ、わかんない。あ、でもたまにするかもしれない。でも最近は電話かな。暇だから話そうっていう電話をしますね、最近は。そう、離れちゃって、そう、なんかね、そう、私の友達ドンキみたいになってたから、そう、ツインテールしてる？そう。そう、メディター人間大好きだよ。なんか人間好きだけど、なんかね、ちょっと人間の闇、まあ、その人の知らないところ部分が見えるとちょっと悲しくなっちゃったりする。そう、ドンキが友達だったので、毎日ドンキの入り口におはようって言って、そう、ドンキが友達みたいなとこありましたかね。ああなんかあれ、コアラの街安いみたいな、あ65円だみたいな、おはよう今日も安定に安いね君みたいな。痩せたよ、痩せた痩せた。